せっかくがれきの話出たんで、うん、ちょっとがれき、はい、言ってんだけ、はい、あのずっと福島とか被災地来ながら思ってるんですけど、はいはい、瓦礫の問題って宮城と岩手と福島って違うじゃないですか。これ一応分けてるんです。あの、はい、特に福島に行くと瓦礫の話ってうち除外でしょと感じになってるんですよ、うんうん、400万トン規模はみんな岩手宮城ですよね。そうですね。瓦礫処理瓦礫処理って言ってるけどうちはほっと切り捨てられたのかと。まずこれが一つの根底にあるのと、うん、あと瓦礫処理私自身は基本的に放射能の問題ではなくて2つの別の問題で反対なんですけど、うん、これは明確に言っておくと、はい、なぜかというとこれぜひ細野さんに聞きたいんですけど、うん、1つはやっぱ海外にこの1年間結構出てるんですよ。でその時に日本の農産物やいろんな地域のものが放射能汚染されてるってことに妙に政治的にも敏感になってるんですね、うんうんうん、これ外交上使われてるところもあるんですよ中国みたいに、うん、でそうすると瓦礫の広域処理をした場合、まあ、2割か3割ぐらいですけど、うん、して仮に北海道とか、まあね、沖縄とかで処理してちょっとでも出たとなったら報道されたら海外から見ると沖縄も北海道も日本の中で、うん、あそこ出たのかあそこ出たのかって言って日本全体が汚染されたようなイメージになっちゃうんですよ、うん、これはまあメディア戦略上なんですけど、うんうん、でそのやっぱリスクっていうのはどう考えてるのかっていうのと、うんうん、もう一点がやっぱこれあの南相馬の、桜井市長も言ってますけど瓦礫ってやっぱりある意味利権ですよね。で要するに、うんまあ、7割か8割、うんは地元で処理しますけど広域処理の 2,3 割を、持ってってスピード感出してやるって言っても、うん、今一時仮置き場に移ってるものを2年か3年で、まあ、残り2年でやると、やっても結局できると言ったら東京の大手ゼネコンじゃないですか。で基本的には運搬も大きな迅速な処理もでもそれよりも、うんまあ、10年かけて地元でゆっくり中小企業がやってあげた方が地元に金が落ちるんじゃないかと、うんまあ、そういう意味でせっかくだったら支援も含めて地元に落ちるのはいいんじゃないかと思ったんですよ、うん、この2つ、うんうん、まあ意見なんですけどどうですか。そうですね、まず一つ目なんですけど、うん、今の上杉さんの議論っていうのはねはっきり日本がもう東北を切り捨てるっていう決断をするってことですよね。うんまあ、例えば宮城県とか岩手県いっぱい農作物作ってると、うん、いっぱい素晴らしい工業製品も作ってると、うん、でそこの瓦礫すら日本は受け入れないっていうことはそこの作ったものをおそらく日本人でも食べないだろうし、うん、最初の方、うん、でいやその海外に対してじゃあそこは危ないんですということを言うってことでしょ、うんうん日本の国内でも当然そういう受け止め方させられますよね、うんまあ、あのリスクといったのは、うん、そのもし出ちゃった場合っていうのが怖いんで、まあ、現実問題として、うん、あの8000ベクレルパーキログラム以下の瓦礫であればあの受け入れて何かそこで放射線量が上がるとかですね、うん、もしくは例えば食料品とかに何か悪影響が及ぶってことはもうないんです、うん、事実として。でそれを心配をしてじゃあそっちのものはあの受け取らないとかそっちのもの危ないんですっていう認定をするということはやっぱりそれは宮城とか岩手はもう切り捨てて日本をやっていこうってことなんですよ、うん、でもそんなことこの狭い日本でできますかと。なるほど。あのそこは私はね乗り越えないかんと思うんです、うん、でもちろんそのある程度の放射線量で問題があるものは、うん、これはあのちゃんとそこで処理をするということをやらなきゃなんないんだけど、うん、そうでないものはきちっとマネージしきって処理をしきることが大事だと思う、うん、ちなみに私は、うん、あの福島の米をあの食べますこれから、うん、もう家で食べる。どこだっけ福島の新大のお米会津ですか、うんあいまあ、福島のお米福島県内で作ってるお米を、うん、で家族も食べる、うん、なぜならちゃんと測って安全だから何の問題もないし、測ってね、測って安全なんですよね。もちろんそれは、ちゃんと測ってるから。でも怖いで、そうやって日本人自体がまず折り合うところ折り合って安全なものはそこでちゃんと認めていかないと、うん、むしろ海外に対してどん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 日本が萎縮して、うん、日本はどんどん それによってあの、まあ、それこそ被災地を切り捨てるってことにならないかって問題提起をしたいな。なるほど。逆に提起されたんで、これ逆なんですよ、うん、実は最初は食べた方がいいと思ったんです。ちゃんと測って、だからずっと3月17日以降からベクレル検査をしろと、うん、食品のベクレル表示をしろってずっと言い続けたんですよ、うん、言い続けたのは測れば大丈夫なんです、うん、そして海外に出すのを測って安全ですって判行したらそれでいいんですが、うん、ところが出ちゃったんですよ3月の
まず、うん、まず静岡の茶葉がフランスで、上からね、そうするとね、うん、EU が事実上止めてるでしょ、うん、出ちゃうとダメなんですよ。で今日も実は今日4月6日、まあ、昨日ですけど愛知県で出ましたよね、幼稚園児が、1400ベクレル、給食から幼稚園ので、まあ、もう中日新聞も一面ですけど。